2日目から7日目までの連敗というのがありましたけれども、昨日京都勝ちました。突き出しで碧山3勝6敗、明日は遠藤と同じく3勝6敗琴奨菊、明日は大栄翔との取り組みです。いやでも力こそパワーなんていう方もいらっしゃいますが、その力の源はやはり多くは肉かなっていう、やっぱり肉、そうですね、タンパク質もいっぱいありますし、やっぱり、ね、はい、そうですね、ただ食べ過ぎちゃうんですよね、お肉は。なんか声ちっちゃくなりましたねさあ土俵上は豪栄道と阿炎です。でも調べたんでしょうね、ご覧の方が、はい、なかなかリーズナブルでやるじゃんやるじゃんっていう方も。本当ですか、いや結構いろんなお肉あって美味しいんで、はい、ぜひ近くに行った時は、行ったら一ノ城か、はい、自分にもお会いできるかもしれない、その時はぜひ声をかけてください。かけちゃっていいんですか。自分にはですね、はいはい、一ノ城はちょっとほらあれなんですけど自分を見かけた場合はもう絶対。おお、これは嬉しいですね。あの時あれまで見ましたって。うわいいですね、うん、囲んでくれた方が来たりなんかして。そうですね。さあそしてまた歓声が上がります。3敗豪栄道大関対して阿炎が2敗、これも楽しみな取り組みとなりましたね。楽しみですよね、阿炎のこう突き押しですよね、突きからやっぱり突き押しのこう圧力が、ついてきたので、はい、はたきいなしも効くんですよね、はい、だからはたきいなしを気にしてると突きで一気に持っていかれてしまうし、はい、やっぱ一気に行くと叩かれてしまう、はい、そういうやっぱどう攻めていこうっていう、こう考えさせられると思うんですよね、うん、隙も強いと、はい、なのでやっぱ豪栄道としたらしっかり立ち合い取り込みたいですね、はい、さあそれではこの阿炎のインタビューをご覧いただきましょう。どうぞ。年号関係なくやっぱり応援してくださっている方たちに、まあ、なんですか、喜んでもらえるように、まあ、10番、11番、12番と大勝ちできるように、はい、頑張ります。まあ、最初は10番と言いましたけれども増えますよね、11番、12番そうですね、まだ13番もできますからね。ですね、はい、今の調ままいけば、はい、それは言いませんでしたけれども、ね、そこには何か思いあるのかどうか。埼玉県越谷市出身ですね、はい、先場所も3連敗スタートでしたけれども、はい、最終盤は6連勝した阿炎、今月4日に25歳になっています。先月6日33歳になったのが豪栄道とのぶつかり合い。あの阿炎の相撲が見せられるかどうかでしょうかね、一つ。そうですね、ラーメン幕吉野家、いやこれを見た瞬間今子供かと思いましたねだいぶ、ね、うちの子供と一緒じゃないかと思いました。好きなものと嫌いなものが、嫌いなものまで一緒、はい、野菜全然食べないですよ、うちの子供。体大きいですか。そこまで大きくはないんですよ。まあ、3年生と、年中と2歳なんで、はい、まだちっちゃいんですけど、はい、はい、アミの好きなものラーメンとマックと吉野家嫌いなもの、野菜子供じゃないですかね。これで今お子さんを思い出す熊谷親方放送席ね、でも食べ物つながりになっちゃうんでしょうかね。これケーキ、顔面ケーキ拝見したなんていう豪栄道席ですけど、ね、33歳いいですよ ね, ねこうあの力士の仲間たちというか、はい、後輩たちやってくれたみたいですよね、授業中に、でもぶつける方はちょっと勇気いるんじゃないでしょうか。大関ですからね、
怖いですもんね、まず、ね、あの境川部屋の稽古の雰囲気っていうのも緊張感半端じゃないですね。そうですね、もう稽古場もピリピリしてますよね、はい、親方もしっかり指導してくださりますから、はい、まあ、力士たちにとってはいいことですよね。あ、やっぱりその方が、はい、やっぱり稽古ってやっぱどんなに苦しくてもやっぱり自分のためなので、はいはい、ね、そういう点でいきますと錣山親方からは常に厳しく、はい、稽古指導を受けているのが阿炎ということになりますよ ね、 すね、あの突っ張りも、はいはい、阿炎もしっかり部屋で指導してもらっていると思いますね、はい、そうですね。さあ、待ったなしの声がかかっております。2人は3度対戦して豪栄道2勝、はい、でも思い切り飛び込んでいきました。さばくは木村玉次郎。はい、ちょっと状態だけでしたね。あ、そうですか。やっぱ手だけで行ってしまってたので、はい、手を払われた時に足がついていきませんでしたね。あ、そうですか。まあ、豪栄道落ち着いてました、はい、そこはさすがの豪栄道、はい、動じませんね。さあ、そして貴景勝が今日からまた休場となっております。右膝の怪我、栃ノ心の不戦勝です。さあ、冒頭に熊谷親方には伺いましたけれども、はい、これはまあ